女優の上野樹里と俳優の三浦弘樹が20日、都内で行われたミュージカル、のだめカンタービレ、10月にシアタークリエにて上演の取材会に出席。意気込みを語った、大人気コミックの枠にとどまらず世界中で愛されるコンテンツとして、あらゆるメディアミックスを展開する、のだめカンタービレを初めてミュージカル化した本作。主人公、野田恵、役は、2006年から2008年のテレビドラマと、2009年と2010年の劇場版に引き続き上野が演じ、千秋真一役は三浦が演じる。バル、上野樹里、ドラマ、映画に続き、野田め、役に今回、初舞台となる上野は、今作への出演を決意した決め手を尋ねられると、ラジオを始めた際の1回目のゲストが、原作者の二宮智子さんで、ちょうど、のだめ展を開かれていたんですけど、ラジオの収録の前に、のだめ展の取材をしている時に、舞台をやるんだよね、って話を聞いて、ちょっと興味あるんですけど、そういうところから今に至っています、と経緯を説明。上野も、のだめカンタービレ展に訪れたそうで、今でも、のだめ展にたくさんの方がご来場いただいているみたいで、音楽と一緒に回っていくというブースになっていて、漫画が壁に書かれているんですけど、それを見ながらそのシーンの曲を聴くと、今ものだめが音楽と共に蘇ってくるというか、生き続けているんだなと思いました、としみじみと語り、今でも若い世代の、のだめ、ファンから、小さい時に見ていたんです、と声をかけられることもあるそうで、そうやってたくさんの方の中に映像で残っている、のだめ、がミュージカルになるというのが想像つかなくて、歌物ではなくクラシックの演奏に乗せたコメディーなんですけど、そこでオーケストラが入ったり、練習のシーンもオケの皆さんと息を合わせてお芝居を作っていくということも未知の世界だし、歌うって言っても歌い上げるというよりはお芝居の延長線上で、のだめがカンタービレするとどんな風に歌うの、っていうのが面白いなと思って、挑戦してみようかなと思いました、と打ち明けた。三浦弘樹、千秋、役に、夢にも思っていなかった。一方、千秋真一役を演じる三浦は、同役が決まった際の心境と、のだめ役を上野が演じると聞いた際の心境を聞かれると、いやあ、まさかでしたね。大好きな作品で当時も見ていましたし、まずミュージカルになるんだというのも驚きでしたし、まさかあの大好きだった作品の千秋先輩に自分がなるなんて夢にも思っていなかったですし、それがこういう形で叶って、しかも上野さんが、のだめをやられるということで本当に嬉しいです、と目を輝かせて感激。映像作品では同役を玉木宏が演じていたが、これ、本情報が発表された時に皆さんびっくりされると思うんですけど、正直怖いです。玉木さんじゃないんかい、って言われそうで、わら、とトロして報道陣を沸かせ、でも本当に大役なのでしっかりと、皆様の期待を裏切らないようにというか、千秋先輩という役を務められるように、ご迷惑をおかけしないように精一杯、頑張りたいなという気持ちですし、本当に楽しみです、と言葉に力を込めた。また、改めて、のだめカンタービレにどのような魅力を感じているか尋ねられた上野は、みんなでワイワイ楽しく、色濃く焦ることなく皆さんの記憶に残っている作品だと思いますし、私自身も初めての連ドラの主役をさせていただいたのが、のだめで、長期にわたって関わることができて、まさか今になっても別の形で、のだめをやることになるとは誰も想像していなかったと思いますし、私も想像してなかったです、と自身でも驚いたことを告白。